メインイベント WBA 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ前哨戦10回戦を行います。赤コーナー WBA 世界スーパーバンタム級12、123パウンド4分の3、テイルマルティジム所属、石井幸三。全ては再び世界に挑むために、石井幸三22勝15 KO 2敗。青コーナー、大国バンタム級1、122パウンド4分の3、大国日野キャットズ。まだ湘南の面影を色濃く残しています18歳の新鋭日野キャット同盟後、戦績は14戦12勝4 KO 2敗です。この試合は 56.2kg の契約ウエイトで行われる10回戦です。石井の本来のウエイトであるスーパーバンタムのリミット 55.34kg よりはおよそ 900g 余裕があることになります。ルールはいつも通り3分10ラウンド3ノックダウン制、偶然のバッティングにより試合続行が不可能な場合、前半つまり5ラウンドまではドロー、6ラウンド以降はそれまでの採点による判定となります。両選手コーナーに分かれました。試合24時間前の計量では石井が 56.1kg、 日野が 55.6kg、 ともに一発でクリアしています。石井は1ラウンドからいきます。5歳も年下の相手に立場の違いを教えてやりますと言い放ちました。迎えた第1ラウンドのゴングです。ともに白を基調としたトランクス、シルバー、後ろに構造のアルファベットが入っています。天佑マルクジム石井構造、一方同じく白いトランクス、赤いサイドラインがタイのバンタム級1位、まだ18歳日野キャット同盟ボンです。さあ序盤はお互いに相手を見ての左の差し合い、軽くリングを回ります石井幸三。さて大橋さん、はい、世界戦の時に大橋さんが指摘された、まずあの下からの攻撃アッパーですね。そうですね、はい、それが3月の再起戦ではやや垣間見えたかなというところで終わってしまいました。今回はそうですね、今日の相手はアウトボクサーで、はい、この見ての通りかなり身長差がありますから、はい、今日はそのアッパーというよりもこの左ジャブですね、この相手の左ジャブをいかにかわして中に入るか、その辺が今日は大きなポイントだと思いますね。石井が 162.2cm、 一方の日野は 170cm あります。まあ、今回のマッチメイクにあたってはマルキ会長は、まあ、仮想アダムス、仮想セルミノということでアウトボクシング主体でスピードがあり上手いボクサーを探してほしいというふうに希望しました。そしてやってきたのがこの日野キャット同盟ボン、まだ18歳なんですよね。そうですね、まあ、本当にまあ、少年のような、ね、感じですもんね、はい、まだね。12歳からムエタイを始め30戦のキャリアがあるそうです。おととしの8月16歳でいわゆる国際式ボクシング、まあ、私たちが言うボクシングに転向しました。2年足らずですでに14戦、ほぼ1ヶ月一緒のハイペースで試合を重ねています。キャリアは若くありますが豊富です。さあ体を振ってプレッシャーをかける日野、一方石井はいつものおなじみのスタイル、おっと左のボディ、左のフックは打球かわしています石井です。まあ、本来日野はバンタム級のボクサー、一方石井はスーパーバンタム級、一クラス違うわけですが、まあ、見た感じは日野選手も、ね、背高いんでね、はい、それの見劣りはないですね。おっと上から叩き落とした、こう体つき見てもよく鍛えられているという感じがしますね。そうですね、はい、また石井君はこのファイタータイプにはこの圧倒的な強さを発揮するんですけれども、はい、まあ、世界チャンピオンにも戦線しましたし、しかしこういったこのテクニシャンですね、こういった選手と戦ってね、どうかっていうのは今日ね非常に楽しみですよね。まあ、そのいろんな相手との経験を積むために1ヶ月間ロサンゼルスで合宿を行いました。その中には、まあ、元海ランカーや元チャンピオン、あるいは現役のランカー、あるいはアマチュアでもオリンピックの強化選手などさまざまな相手がいました。その中で身につけてきたことを整理して今日の試合で出したいと言っていた石井です。第1ラウンド残りまもなく5秒を切ります。まあ、今日は本当に慎重に1ラウンド戦ってますね。ラインアッパーを見せた日野、慎重な立ち上がりで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。
左のフェイントのフックをもらう場面もありましたが、石井第2ラウンド後半のボディーブローです。この角度、これはいいボディですね。相手が上背がある分、逆にむしろボディにいい形で攻めて入ってますね。そうですね、本当に非常にうまいこの顔面からね、下のボディね、打ちましたね。これもっとね、どんどん打ちたいですね。第3ラウンドに入っています。リラックスした仕草を見せました。画面手前、赤のサイドライン、白いトランクスがタイのバンタム級1位、ヒノキャットドーボーボンです。一方、今画面手前になりましたシルバーのトランクスが石井光三。第1、第2ラウンド、お互いに慎重に相手の出方を見つつも徐々にヒートアップしています。さあ、左で牽制します、ヒノ。はい、斉藤さんどうぞ。インターバルのシーンなんですが、ボディが効いているからそこからダブルを狙っていけと、そういうシーンが出てきました。やはり丸木会長もボディから狙っていけと。そうですね、ボディにまず意識させてから、はい、この上を、ね、狙うというのはいい作戦だと思いますね。まあ、一般的にファイタースタイルのボクサーがこういうアウトボクシング主体の選手がやる場合に、まず攻略のポイントになるのはどういったところですか。そうですね、やはり一般的なのはそのボディを攻めて、はい、相手のスタミナ、足を止めるというのはボディ攻撃というのはありますね。まあ、そして後半に顔面への攻撃ですね。はい、ただ日野を見てますと、それほどこう足を積極的に使って動き回るようなタイプではないですね。そうですね、自分の距離を持ってどっしり構えて、はい、自分の距離を持ってカウンター戦法ですね。そうするとこう距離と距離との戦いになると思うんですが。そうですね、例えば今ミドルちょっと離れた距離ですが、これはまあ日野の距離ですので、もう少し接近すればこれ石井君の距離になりますね。さあ、時折サウスポースタイルにスイッチして相手を牽制します。さあ、石井がプレッシャーを止める。右のボディはしかしエルボーでブロックされています。しかし、今の右のボディ強いパンチだったんですけれども、はい、あれで、ね、ダメージを与えられなくても、それだけで相手はその下に意識してきますから、はい、それだけで顔面に当たるパンチの、ね、的確さっていうのは出てきますんで、ボディに意識を集中させておいて上を狙う。そうですね、まあ、その分本当顔面に当たる確率は多くなりますからね。はい、ダメージを与えなくてもいい攻撃だと思いますね。さあ、今度は上を狙っていった。ワンツー、しかし相手が素早くバックステップ、距離を取っています。左、軽く左顔面にヒット。さあ、第3ラウンドも残り30秒を切りました。やや静まり返ってきたこの名古屋国際会議場イベントホール。この日野選手の方もですね、はい、この視線がこう石井君の顔を見たり胸元を見たり下を見たり、非常にこの目の、ね、フェイントをかけてるんですね。多分石井君こういうのこういう相手初めてだと思うんですけども、ちょっとやりにくいんじゃないかなと思いますよね。目でプレッシャーをかける。そうですね、目でほら下を見たり上見たりしてるんですよね。はい、石井素早くバックセット、右もここはかわしています。前に出ていったところで第3ラウンド終了です。青コーナーのヒノキャットドーボーボン、タイのバンタム級1位。このヒノという名前はリングネームです。本名はブンタンマローポー。1982年の2月15日生まれ、タイ北東部マファーサラカム省のアンパームアンという町の出身です。大橋さん、はい、序盤の3ラウンドが終わりましたが、この日野という選手もなかなか。そうですね、やはり大国バンタム級1位ということでね、はい、かなりレベルの高い選手ですね。ちょっと石井君の方もね、その攻めあぐんでるっていうところもね、あるんじゃないですかね。試合は第4ラウンドに入っています。 56.2 キロ契約ウェイトの10回戦、まあ、1ラウンドからガンガンいって格の違いを見せつけてやりたい、こう言っていた石井ですが、ちょっと勝手が違うようです。左フックですね、はい、この左フックが非常に石井君気になっているところなんですよね。まあ、ジャブと見せかけて、急に軌道を変えてフックに変わる。そうですね、序盤で何回かいいパンチもらってましたね。そうですね、この始まりにももらったんですけども、はい、それがちょっと思いっきり攻めれないポイントになっているんじゃないですかね。日野はおととし16歳でこの国際、タイでいう国際式ボクシング、いわゆるボクシングに転向しました。わずか2年足らずでキャリア14戦、最後の試合記録では3月に2試合やっていることになっていますが、陣営に聞きますと、何でも5月にももう1試合やって、これも KO で勝っているそうです。戦績は14戦12勝2敗、ただ KO 勝ちは 4KO と、それほど KO 率の高いボクサーではありません。まあ、しかし左フックのタイミングを見てますと、はい、この低い
KO 率を真に受けない方がいいですね。あの危険なパンチを持ってますよね。パンチ力自体という意味合いではどうでしょうかね。今右ボディになった、そのパンチ力というよりも非常にタイミングがいいですね、カウンター気味に打ってますんで、下手にもらえますとね、あのかなりダメージは受けますね。そうしますと、さあ押せられました両者。そうしますと石井としてはまず右のガードですか。そうですね、右のガード、あーと右、うん、やや打ち下ろし気味でもらった右、少し単調気味に今攻撃入ってますんで、はい、少しフェイントをかけるなりちょっと工夫が欲しいですね。右ストレートは届いていません。うまく自分の前を保っています。ヒノキャット同房ボン。右のフック、これは追撃枠を切っています。第4ラウンドも残り1分、アッパーの打ち合い互いにかわしています。おっと踏み込んで左から右、ここはブロックしています石井。ここもやや、おっと、さあ石井が前に出てくるところ、バックステップで支え込む。ヒロ右を打っていた、おっと右のスイング気味のブローが画面にヒット。あの昨日はですね、このロープに追い詰められても、はい、こう非常に冷静にね相手をね見てるんですよね。飛び込んでいったところ、石井のショートがヒット。さあヒロが交代する、ロープに座るが、石井が力任せに攻める。アウトワンツー、今のいいパンチですね。いいタイミングでもう一発いった。ツーからね、続きのパンチがね欲しいですね。石井いいきっかけをつかめたか。第4ラウンド終了です。第4ラウンド終盤で見せました石井のいいタイミングで入ったワンツーです。小林さんはこの後が欲しいとおっしゃっていましたが、そうですね、この後の左フック、左アッパー、この辺のつなぎのパンチが欲しいですね。まあ、そのあたりのコンビネーションは練習、スパーリングの中でも再三見せていた石井、その成果が本番で出せるか。第5ラウンドです。なかなかこの距離では日野の距離です。石井はどうでしょう、左ジャブを起点にもっと中に詰めていきたいところですか。そうですね、先ほどのラウンドいいプレッシャーのかけ方で自分の距離にしましたから、はい、先ほどのラウンドの攻撃のようなプレッシャーのかけ方ですね、はい、これですね。ちょっとバランスを崩したが、うん、ただインファイトになってもヒロの手数が止まりませんね。しかしもう石井君でも倒し行ってますね、もうね。さあ左から左右ロックの連打、ヒロが交代する、ロックに座る、ガードが倒しているところ1本に大振りはちょっと禁物ですね。でもね、ヒロ、はい、もカウンター狙ってますから。中盤第5ラウンド、くすぶり続けた石井の逃走本能にようやく火がついたか。左がヒット、ちょっと当たりは浅いか。さあ日野がリズムを取り戻しました。石井も左へ動きます。日野の左かわしています。去年11月21日に戦った世界戦、ここは12ラウンドテクニカルノックアウトで惜しくも敗れました。その時力だけでは勝てない、うまさを加え打たせずに勝つ、これを自身の課題としてありました。右のスイングはヒット、石井です。また世界戦を振り返って、世界との距離感はつかめた、その一方で届かなかったのは力が足りなかったから、もっともっと強くならないと、そういう思いも抱いたと石井は話しています。すべての試合は世界に再び挑むために。第5ラウンド残り時間まもなく1分になります。左のボディ上手の打ち合い、日野の顔面がやや赤く腫れ上がってきました。石井のリズムが加速していきます。左、石井君もこの右のスイングを打つとき、はい、少しガードが下がり気味と正面に立って、あの立ちすぎますんで、その辺ちょっと気をつけたいですね。まあ、日野がしきりにこの攻撃されている時も狙ってるんですよね、はい、一発をね、その辺ちょっと気をつけたいですね。あと左のボディ、いや石井が返す、右、さあ左がヒット、左も一発、さあ今ちょっと日野の足が止まりかけてきましたか。石井が左がヒット、この辺は石
接近戦でのディフェンスもいいですね、はい、相手のパンチをよくかわしますね。相手のパンチをかわして打たせずに、そして自分のパンチを的確に決めていきます。1位左を軽く当てました。第5ラウンド早くも残り10秒。おっと左、いい形で石井のパンチが入るようになってきました。試合は前半5ラウンドが終わりました。第5ラウンドペースをつかみかけた石井、そのラッシュの模様でご覧いただきますが、大橋さん、はい、やはりそろそろペースは石井に流れてきたと見ていいですね。そうですね、もうこう2ラウンドずつ、石井君のペースになってきますよね、56.2 キロ契約ウエイトで行われている10回戦後半の第6ラウンドに入りました。大橋秀幸さんの解説でお送りしています。第4そして第5ラウンド、石井が徐々にヒートアップ、エンジン全開になってきました。画面手前、タイのバンタム級1位18歳の新鋭ヒノキャット同房ウボンを相手に、序盤はお互い慎重な探り合いという感がありましたが、徐々に石井がペースをつかみ自分のボクシングを全開にしようとしています。さあ上体を細かく振りながらプレッシャーをかけて、ヒノが右を返しますが素早くバックステップ、そして左を伸ばします。石井とにかく大振りにならないようにコンパクトに、そして連打の回転を速くして打ち込んでいきたい、技術的にはそんなことも言っていました石井です。まあ先ほどのラウンドの前半にね、はい、ちょっとねその大振りな攻撃になったんで少し心配したんですけども、はい、後半にはねすごくいいコンパクトな攻撃をしながら、またディフェンスもね非常に相手のパンチを見て、はい、ウィービングダッキングでかわしましたんで、その辺はすごく成長したところだと思いますね。それと練習で見ていて気づいたのが、左右への動きが非常に激しくて、この出入りの相手の目先を変えながら出入りを変えて打ち込んでいく、そんなシーンがよく目立ったんですが、そういった左右の動きというのは今回はどうですか。あ、そうですね、このラウンド少しね出してますね、はい、非常に一発打ってはそのポジションを変えて、はい、すごくいいポジションの取り方をやってますね。今も左にサークリングしながら打つポイントを変えて左を繰り出してきました石井です。まあ、守る方でもそうですが、とにかく真正面に立たないこと。そうですね、やはりそれもうずっとそれが大きい課題になってますからね、はい、世界を取るにはその課題を、ね、克服することが一番だと思いますね。うまさを加えて打たせずに打つ、さあ石井世界戦に向けて自ら課した課題、それを徐々にものにしつつあります。左のアッパーから、今アッパーからのコンビネーションです。あと踏み込んで左のスイング、身を伸ばす石井の右ボディ、ちょっとぐらついたか秋野、石井がゆっくりと前に出る、さあチャンスを鍵で取れた、石井の破壊の拳が無駄なか。この第6ラウンド残り時間は40秒、まだ時間がたっぷりあります。左アッパーから右、いいパンチ当たってるんですけどね、日野もなかなか若さといいますか非常にタフですね。やはり18歳とはいえムエタイで4年のキャリアがあります。小林さん、ムエタイのボクサーというのはやっぱりこう打たれ強いという特徴があると聞きましたが。そうですね、やはりもう子供の頃からみんな戦ってますから、はい、そのディフェンスがないと戦い抜けませんからね。やはりそのディフェンスタフネスっていうのはみんなそういうのありますよね。つまりここでボクシングなりムエタイなりで選手を続けられること自体がタフな証拠ということなんですね。そうですね、しかも彼はタイ1位にランクされてますからね、はい。日のキャット同房も、しかし第6ラウンドも石井の優勢で試合が進んでいます。試合はこれから第7ラウンドに入ります。まあ、両者を見ていましてもこう徐々に日野のダメージが大きくなってきたかなという印象がありますが。そうですね、まあ、逆に石井君はかなり、ね、余裕を持った表情ですよね。やはり、ね、自分のボクシングができているという証拠でしょうか石井。さあ第7ラウンドです。とにかくアウトボクシングしたいの、速い上手いボクサー相手にどのような石井がファイタースタイルの石井がどんなボクシングをするのか、そこは一つ今日の課題の一つでもあったんですが、おっと左、はい、今日この試合で、まあ、今もそうなんですけども、これほど身長差があるんですけども、はい、左ジャブを、ね、石井君がよく当ててるんですよね。さあその左の差し合い、この身長差リーチ差で左ジャブ打ち合いで勝てるっていうのは、はい、やはり石井君 のタイミング踏み込みがいいからですよね。やはり
ただ日野も押されてはいますが時折右のブローを繰り出しています。斉藤さんどうぞ。はい、インターバルのシーンなんですが、石井サイド、はい、左右のボディから攻めていけ、そして石井にタイミングは取れているのかという質問に対しては石井は小さくはいと答えました。リズムは掴んだというところでしょうか。さあ、おっとフェイントから左のボディ、そして顔面のダブル。両者とも汗と、そしてインターバルごとに浴びる水でパンチが1回たびに激しく水しぶきが飛んでいます。まあ、今見せたのフェイントですね。はい、今左から入って右ですね、はい、あれも今までになかったあのフェイントですよね。ヒノの左アッパーから右のコンビネーション、しかし石井ステップアップでかわしています。さあ、左のガードを下げました。やや挑発するような表情、左のスイングはブロックしています。第7ラウンドも半分が過ぎています。左をヒット、左に左にサークルにしながら軽くリズムを取っています。逆にね、石井くんがアウトボクシングをしてますよね。ロサンゼルスの合宿では本当に様々な相手と、しかも強い相手とスパーリングをこなしてきました。そういういろんなタイプとできたのが収穫の一つですと石井は話しています。さあ、軽いステップワークでかわしてリング中央に戻りました。石井ボディを狙ったところ、内割りを狙いました。石井左こうブロックしています。石井です。左はちょっと顎に入ったか。しかし見てますとストレート系のパンチはうまくパーリングなどを使ってかわしてますね、石井。そうですね、自分が打った後も必ずウィーリング抱き入れてますから。今も左にステップして大きなスイングの左フック、その辺がもう体に染み付いた感じですね。いった動きですね、はい、そして今度はダッキング、ウィービング、スウェーバック、さまざまなディフェンステクニックを駆使しています。石井どうですか、最初にご覧になった頃の石井と比べるとこうディフェンス面では、そうですね、やはり本当に格段の進歩ですね、ま、パンチ力はもう前からありましたけれども、はい、ディフェンス面というのはもうすごい進歩ですよね。以前はもうブロック主体でしたので、はい、それが今ウィービング、ダッキングとね半々ぐらいになってますのでね、本当にディフェンスでは伸びたと思いますね。まあ、世界戦で敗れた悔しさ、そしてその前からその後も続けてきた地道な努力がここに実ってきています。第7ラウンドが終わりました。右でガードを弾き飛ばして、そして左のフック。どうでしょう大橋さん、はい、これから終盤の3つラウンドに入りますけども、はい、ここまではまあ、石井がいろんなことを試しながらここまで来ている。そうですね、なんか非常に今までやってきたロサンゼルスでやってきた練習をその、はい、ね、試合で出してるって感じがするんで、しかしこのラウンドあたりがそろそろね倒しに行く石井をね見てみたいですね。そろそろ会場も石井の KO シーンを期待する頃かなと思うんですが、そうですね、やはりお客さんみんな石井の KO を見に来てますからね、その辺は石井君も分かってると思いますんで、そろそろ出ると思いますね。さあ、さまざまな進歩の後を見せました。あとは詰めることです。おっと右グラッときた、日野の足元がグラッときた、右です。さあ石井がインファイト、首を抱え込んでなんとか逃れました。日野左にアッパーです。おっとバッティング、頭と頭がぶつかりました。石井が飛び込んだところ、頭と頭がぶつかりました。試合は第8ラウンド、石井の右に日野がぐらつく場面がありました。このラウンド、あと左、日野も手数は止まりません、止まりませんが、ややちょっと前かがみのようなパンチの出し方になっています。左ガードの間を突き破って石井の左、左アッパーから右、やっぱですね、今のも、はい、左を返す。やはり両選手見てましても、そのパンチの音が違いますんで、はい、そのパンチ力っていうのはもう格段の差がありますね。ムエタイで鍛えたタフネスを見せつけている日野ですが、石井のパンチをどこまで吸収しきれるか。すでに足はかなり止まりかけています。ちょっとよろっときたか、左のボディは石井、エルボーでブロックです。第8ラウンド半分が過ぎています。あと一瞬ヒロの集中力が途切れたか、顔面にまつが入った。こういう密着した状態から、はい、そのアッパーですね、課題であるアッパーを出せれば楽に倒せると思うんですけどね。さっきあの日野が右のワンツーの打ち下ろしを見せたんですが、石井がうまく膝のバネを使ってかわしました。うまくその膝の動きと上半身をずらすだけで相手のパンチをかわしました。さあ、リング中央に戻って試合再開。石井
右のボディを狙った、もう一発、今のは右の、ね、ボディでそのフェイントをして、その右の上ですよね、はい、今度は上でしたね、あれはね、いいフェイントなんですよね、あと左側、あと3連だ、ヒロがちょっとたたらを踏んだ、しかしこの後が詰め切れない、ヒロの手数も止まりませんが、あの詰め切れないんですけども、しかし打った後の今石井君 の、 そのディフェンススタイルですね、はい、必ず打った後にこの体を沈めて、はい、あれは本当にね、まあ、爪はちょっと生いんですけれども、あの辺はすごくいい、今日はいいところだと思いますね、この攻防の中でのディフェンス面、そうですね、今攻防一体になってますからね、はい、さあ第8ラウンドも残り10秒、このラウンドもダウンシューは生まれないか、さあヒロが石に手数を返す、あ、石の圧、この辺もね攻防一体になってますよね、はい、打ち合いの中で第8ラウンド終了のゴングです。アッパーからのコンビネーション、この試合でも再三見せています。ただ今一つこう詰め切れないところがあるんですが、まあ、おそらくその打った後のディフェンス面に気を使ってますんで、はい、その辺がいまいちパンチに乗れないのかもしれませんね。さあ残すところあとラウンド数は2つです。第9ラウンド、日野のダメージはどうでしょうか。まあ、やはり前半から石井君の強いパンチ、顔面ボディもらってますんで、かなり蓄積したダメージはあると思いますよね、はい、ただし12歳から4年間ムエタイで鍛え上げたこのタフなタイのボクサー、ヒノキャット同房ボ、さあガード固めてしのぐヒノ、いいし、ヒノも打たれてもこのまっすぐ自分から下がってきませんので、はい、まあ、それで倒されないで済んでるんですよね。まっすぐ後ろには下がりません、必ず打ち返しますね。で打ち返しながら左あるいは右に動いています。さあガードの間を突き抜けて右のアッパーは届きません。鈴木さん、はい、Cサイドなんですが、はい、まずいいぞと一言かけまして、いけると思ったら連打で畳みかけると言っていました。そして最後に気合を入れると言って送り出しました。マルキ陣営赤コーナーでも手応えは掴んでいるようです。目標は究極的にはただ一つ、この秋にもと目論んでいる世界再挑戦、そのためのステップを確実に登っている石井、今日の試合であと欲しいのはノックアウトというはっきりとした形での勝利です。ヒロが下がりながらも手数を返す、石井が前に出る、左手ボディ、いいボディですね、はい、いい角度いいタイミングで入りました。今度は顔面溝にね、今左アッパーね入りましたから、はい、これを今度もっとサイドボディ、それから顔面に返すとかね、そういったコンビネーションが欲しいですね。しかし日野もまたくですね、うん、そうですね、一つ階級が下のバンタム級のタイの1位なんですが、 56.2 キロという契約ウエイトの中で石井の強烈なパンチを浴び続けながらもよく持ちこたえています。左おと左のダブルを見せました日野、この辺りパンチの切れはまだ失われていません。左を軽く張って逆に日野が前に出る、突き放した、さあやや石井がこの辺りちょっと手数が止まったか、あた、そういたったに前に出ます。第9ラウンド残り30秒、さあニュートラルコーナー、大一番西左の服ローケアまで自ら下がりました日野、体を入れ替えて左から右を伸ばす。本当に今日石井君、そのディフェンスにすごく気を回してますよね、はい、攻撃一辺となってませんからね。さあこの辺りもうまくブロックしています。パンチの交換の中でもうまく相手のパンチをブロックしているし、第9ラウンドが終わりました。残すところ最終第10ラウンドのみとなっています。56.2 キロの契約ウェイトで行われている10回戦、石井光三対日野キャット同房ボン、最終第10ラウンドを迎えます。ここまでの採点、放送席大橋さんの採点では、6ポイント石井がリードしていますが、判定ではおそらく石井の勝利で間違いはないと思いますが、場内の大歓声が期待しているのは KO での勝利。
さあ最終第10ラウンド残り3分で石井の KO 撃は生まれるか。最後のタフさを見せるか日野。石井ショートのワンツー。さあお互いに頭を突き合うような格好、低い体勢から。石井の左のフック、しかしブロックされています。今のいいアッパーですね、はい、ただ終盤こう連打でこう詰めるというシーンが、さあここはどうか、ここはどうか、コーナーに追い込んだ。最終第10ラウンド、まあ、今みたいにこのウィービングではなく、あのやはり非常にね、はい、ディフェンス、左が入った、左が入った。最終第10ラウンド疲れは見えますが、チャンスを逃すか、チャンスを逃すことができない石井。さあコーナーを背負う広、左のボディから右のパー、左を伸ばします。石井第10ラウンド残り1分45秒ここが今これ KO するチャンスですからね、はい、この細かいパンチからね、この力強いパンチですね、はい、それが欲しいですね。両者とも疲労の色が見て取れます。まとめろまとめろ。最終第10ラウンド半分を過ぎました。残り1分30秒石井にグリッチ抱え込むという広、一旦離れた石井。攻撃でもこの非常に丁寧な攻撃の仕方をしてますよね。相手のパンチをよく見ている。そうですね、さあ体勢を変えてサイドから行く、サイドから行く、ここも攻撃がないか。上体を落としたヒロ、左アッパーから突き上げる石井。今のサイドステップに左アッパーもいいですね、はい、ここまでは1ヶ月のあと足がもうダウンですね。ダウンです、ダウンを取りました。まあちょっとスリップ気味でしたけども、パンチ当たってましたから、やや不満そうな表情のヒロ。第10ラウンド残り50秒、残り1分を来たところで石井がこの試合最初のダウンを奪いました。あの鼻血も出てきましたし、はい、ダメージはね相当あると思いますね。あーヒロも、ヒロの鼻血、鼻血を出しています。あーここで止めた、止めましたね。第10ラウンドレフリーストップ、最後の最後、最終第10ラウンドで決着をつけました。まだ18歳ながらタイのファンダム91位ヒロキャットのボーボーもストップ。テクニカルノックアップタイムは2分19秒残り1本来たところでややスリップ気味ですがダウンを奪いました。しかしそこから詰めたところで石井がレフリーが割って入って、石井が最終第10ラウンド昨日捉えました。テクニカルノックアップでタイのファンダム91位を下し、秋にも予定されている世界最長戦に弾みをつけました。それでは会場の皆さん、石井康三選手のインタビューです。10ラウンド TKO という結果はどうですか。まあ、1ラウンドで早く終わらせたかったんですけど、これもキャリアになりますんで、いい勉強と思ってまた頑張りたいと思います。初めてのタイ人ボクサーとの対戦というのは実際に戦ってみてどうでした。そうですね、18歳っていうことで僕より若い相手っていうのは初めてぐらいなんで、はい、別に緊張はしてないですけど、ちょっと硬くなったところはあるかもしれないです。結果的には最終ラウンドまで行きましたけれども、内容的にはご自分ではいかがでしょう。そうですね、すごいジャブもよく使えて、僕的にはまあまあの点数出せるかなと思うんですけど、やっぱ見に来てるお客さん KO 楽しみにしてるんで、はい、KO したかったんですけど、まあしたんですけど、あんなあんまり納得いってないんで、はい、頑張りたいと思います。でも課題だった右のアッパーというのはよく出てきましたよね。会長にマンツーマンで教えていただいて、はい、一番得意なのが左アッパーの次、左フックの次に右アッパーになりました。そしてこの試合の前に1ヶ月間のロスでの合宿を行いましたが、その成果というのは今日どうだったんでしょうか。そうですね、まあすごいロスで勉強してきたことあるんですけど、やっぱ本番で出すっていうのはなかなか難しいもんで、はい、まあいいところも出てたんですけど、はい、もう一回もっと整理してやりたいと思います。
そして世界前哨戦をこれで終えまして、この秋にも世界再挑戦。もう一回負けてるんで、もう後はないと思って頑張りますんで、必ず KO で KO で3人目の世界チャンピオンになりますんで、また皆さん応援してください。それではもう一度会場に来てくれたファンの皆さんに一言お願いします。今日は最終ラウンドまでずれ込んじゃったんですけど、今度はまた世界戦ですっきり KO で勝ちますんで、また応援に来てください。どうもありがとうございました。石井孝三選手でした。